千里先輩、提案なのですが。はいはい、何でも言ってみて。ユニット名を鬼塚姉妹と愉快な仲間たちに変更するのはいかがでしょう。泊まり、さすがにそれは。どうしよっかな。検討の余地ありなんすか。それならメイと愉快な仲間たちにしよう。メイちゃんがいないのに。メイはいつでも私たちの心の中にいる。決め顔で何言ってるんですの。ねえ、トマリちゃんはなんでユニット名を変えようと思ったの。姉妹がいるという他のユニットにはない要素をプッシュするのが得策だと考えまして。ふむふむ。それにこの名前ならアネジャがより目立つと思いましたので。トマリの気持ちは嬉しいけど、さすがにその名前はないですの。確かにユニット名の変更はなしだけど、姉妹要素を生かすってところはありだと思うよ。そうっすね。夏美ちゃんととまりちゃんの2人が映える演出考えてみたいっす。それは大変ありがたいですが、良いのですか。ノープロブレム。そういう演出ができるのもユニットの面白さだよね。いろんなこと試してみようよ。例えばお姫様抱っことか。私がアネジャを。そこはさすがに私にやらせてほしいですの。おっと、そろそろラジオの時間だね。よし、決めた。じゃあ試しに今回のラジオは鬼塚姉妹と愉快な仲間たちにして楽しいトークを届けよう。おーですな。1,2,3,4ラブライブスーパースターゆいじょランチタイム放送局リエラジ。 Hello everyone。 Hello ゆいが丘ガールハイスクールスクールアイドルリエラ若菜式。これむずいな、これむずいな。若菜式くまちゃん。これ難しいな。普通でいこう。ね、はい、ここから、はい、若菜式役くまちゃんこと大熊若菜です。鬼塚ともり役さくちゃんこと坂倉さくらです。鬼塚夏美役えもりんことえもりあやです。嵐千里役なこちゃんなこなことみさきなこです。桜小路きなこ役のんちゃんこと鈴原のぞみです。 We are シングライスクライドルリエラとして無理だよ。無理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 。それは無理。合ってるよ。さくちゃんいいよ。いいよさくちゃん。スクールアイドルリエラとして私を叶える少女たちのストーリー、それがラブライブスーパースター。この番組はそんなラブライブスーパースターのことをたくさんの人に知ってもらうためにリエラのメンバーが全力で頑張るスクールアイドルウェブラジオです。ちょっとつまみどころしかない。大熊さん、大熊さん始まりました。何があったんだいって。シンクライズ、はい、あの世界進出計画を立てたんですね。はい、なるほど。立てようと思いまして、はい、ここに留まってるわけにはいかない、はい、世界へ羽ばたかなきゃいけない私たち、はい、だからね、はい、そんなら1回目からやったよかったですね。確かに2回目から確かに1回目でちょっとなんか掴んだ感じがあって2回目からみたいな。1回目を通して、うん、あこれいけるなって思ったっていう。いけると思った、思っちゃったのね。でもいけてなかった。そう、名前でね、名前でこれ、ね、ちょっとだいぶ最初これなんて言ったらいいんですかね。これちょっと次回までの宿題だね。宿題だね。私は、うん、確かに何々ことを何々ってなってるんだろうね。何々役みたいな。なんかでもさ、アクターアクトなんかこんな感じなかったっけ。アクター難しいから日本語でいこう。日本語ですらままならないんだから。確かにね。日本語でこう。そうね。私たちはもう日本語をとりあえず上達してこい今から。確かに、まずはね。まずはね。みんなあれよ、気づいた、あんま知らぬ間に5月終わろうとしてるけど。早いよ。本当に大丈夫ですか。5月末ね、もう5月も終わっちゃうから。嘘でしょ。やばいよ。28だ。28ですね。早いね。梅雨が来るってことは、いやそろそろ、なんと私たちみんな冬服から夏服に変わっちゃうんじゃないの。これかわいい。確かにね。もっと重要なこと言わなかった。なんかあるのか、なんかあるのか、なんかあるのか。なんとうちらが衣替え、みんなが衣替えね、しちゃう時期なんかもなったりするんですけれども、はいはいはい。
衣替えって言ったらやっぱ制服の思い出とかが強いな、うん、私な。中間服みたいなのってさ、みんなあんのかな。なかった私。なんかこう上だけ脱いだら中間服みたいな、結構多分そういうところも多い。なんか名前はそれぞれ多分あると思うけど、ブレザー絶対着なきゃいけないよっていうのがなくなって、普通服じゃないけどその一歩手前みたいな。あ、長袖ワイシャツ腕まくりしたりしてた。青春だな。青春それ青春してね。え、せ今多分聞いた人みんな腕まくりし始めた。青春を感じたくて。青春感じてね。あの半袖を嫌って、はいはい、それ腕まくりする人がめっちゃいたんだわ。いた。私それでした。ああ、そうだよね。高校3年間1回も半袖着ずに私もそうだ、卒業しました。そうなんだ。暑くね。だよね。暑かった。うん、暑いよね。暑いけど、なんか半袖を着ることに謎な抵抗をして、なんか嫌だみたいな。そう。生地もさ、半袖の方がちょっとその通気性が違うからね。生地違うっすよ。なんか違うっすよ。なんかね、違うっすよ。嫌だったんだよね。なんかこの半袖の切り口がスースーする感じとかが嫌で、できるだけ腕を出したくない。出したくない。出したくなくて。可愛い。何？ちょっと。一切その考えなかった。衣替えだった瞬間もうすぐ半袖よ。マジ？半袖切って。そうなんだ。うわ。もしかしたらいるかもしれないね、半袖着たくなくて。そうだよ、いるよ絶対。同盟組みましょう一緒に。体調崩さないようにね。ちょっとね、気をつけてね、本当に。はい、ということでそれでは皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。ラブライブスーパースター、ゆいじょランチタイム放送局リエラジ、レッツスーパースタート。ラブライブスーパースター、ゆいじょランチタイム放送局リエラジ、皆さんからのお便りを紹介する結ヶ丘女子高等学校投書箱のコーナー、せーの、投書箱。はい、それではメールをご紹介しましょう。あやちゃんお願いします。おーい、リエラジネームいいなおうしさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。シンクライズの皆さんこんにちは。こんにちは。シンクライズの大阪ファンミが間近に迫ってますね、うん、関西出身のなこちゃんの鋭いツッコミが生で聞けるのを楽しみにしていますそこで気になるのがなこちゃんのコーレスです。以前大阪のライブで披露した大阪限定たこ焼きコーレスは声出し禁止だったので、今回の大阪ファンミではぜひ声出しありのたこ焼きコーレスがしたいです。盛り上がると思うのでよろしくお願いします。期待していますとのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでラブライブスーパースター、はい、リエラユニットライブ&ファンミーティングツアーミュージックトークチームワークプライムアドベンチャーがですね、シンクライズは6月15日16日に大阪公演を開催させていただきます。もうすぐです。もうちょっと2週間くらい。うわー、やったー、楽しみ。あっちゅうまでございますね、これもね。開幕ですね、やっと。でこちらね、あのたこ焼きコーレスのお話が出ておりますが、これは私たち2期生が加入してすぐのファンミで確かやったんだよね、このコーレスをね。たこ焼きコーレス、ファンミだったっけ。あれじゃないの、サードライブ。サードライブじゃない。サードライブの大阪公演だった。多分ファンミの時はね、そんなに距離縮まってない。待って、めっちゃぶっちゃけたね今ね。大阪ってあの私たちのリエラ1期生がセカンドライブをやって次の週からファンミだったの、大阪で。大阪城ホールでやった後にまた大阪で1週間後だったから、もうね、みんな多分それどころじゃないよ。そうだ、言ってたじゃん、だってあのファンミで距離縮まったらっつって。やろせ。それでそのファンミでやってたらうちは怒られてる、ほんとに。あの、なこちゃんに怒られてる。いや、なんかあんたたち今考えねえ、いや、そんな加入してさ間もないのにそんなことやってええんかって言われてたら、そう、怒られちゃう、怒られちゃう。そう、だから確かね、サードライブだったかな、その時に。そうそう、やらせていただいて、私がタコ、みんなが焼きタコ焼きタコ焼き、うわーってやってひっくり返したのか、よろしくお願いしますっていう謎のコーレスをやったんです。楽しそう。やりましたね。あ、じゃあやってみます。お、一回一回。お、いいですか。あの、皆さんが焼き、
と、うん、最後のよろしくお願いします。これなんかジェスチャー付きだったっけ、うん、なんかクルクルしなかったっけ、やってたっけ、みんながなんかねひっくり返してもらおうとステージ上でコロコロしてたような気がする。あー確かになんかでもあの実際に客席でやってしまうと多分パニック起こる。そうですね、大丈夫です。はい、立っていちょっとやってみますね。いきますよ、タコヤキ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 タコヤおおお乗っかっていいの私たち、いいんですか、おいいの、だって元のやつをちょっと関西弁にするだけでもきっと確かに、いいじゃないですか。じゃ今考えちゃう、考えていいんですか、誰からやりますか、じゃなんかちょっときなこちゃんから行く、あ私から行きますか、きなこいつもどうなやってたっけ、ここは一体どこっすか、ね、ってやってますね、どこっすかで地名言ってもらって、うん、そうですそうです、うん、何をどうしようかな、これはもうやっぱなこが一番あなこちゃんに、ね、あの本場だから、はい、マジで普通のテンションでやるんやったら、ここは一体どこっすか、うん、ここどこになるけど4文字でほんまに短くなんねほんまに違う、えそれでいいじゃん、ゃここどこ大阪やでみたいな感じになる、おでもきなこちゃんがさここどこって言い始めてもさかわいい、めちゃめちゃ焦ってるみたいなね、え試しに言ってみ今試しに、それかあのここどこやねんか、どっちかかな、ここどこ、ここどこ、ここどこ、はい、いいいい、私 YouTube できてるから、はい、それでは、はい、それではいきます、ここどこ、大阪やで、この後どうすればいいんでしょうかこの後どうすればいいんでしょうかえっと、教えてくれてありがとうす、そうなんすね、教えてくれてありがとうすって言ってるんです、そうなんや、そうなんや、教えてくれてありがとうすす、かわいい、そうだよね、そうだね、教えてくれてありがとうすかな、教えてくれてなんだ、しかもイントネーション、教えてくれて、教えてくれてありがとうすかな、かわいい、ちゃんと書いてるんだよ、いいじゃないですか、じゃあいいじゃん、いいじゃん、もう一回行こう、もう一回、はい、いきます、ここどこ？大阪やで。そうなんや。教えてくれてありがとうっす。かわいい。いいじゃん。いいじゃん。いいですか？えんちゃん。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 言ったけど別にこれほんまにやるって決まって練習してるわけじゃないんでそうね、もしやるとしたらやるとしたらね、そうそうそう、きなこ決まったということで続いてはしきちゃん行くから、しきちゃんいつもどんなでしたっけ、私はメイが好き、あなたは Me too ですね、 Me too です、私はメイが好き、関西弁にその直訳したらうちはメイが好き、好きが好きやでか、うちはメイが好き、うちはメイが好き、うちはメイが好き、好き、ちょこれあの台本にさ自分はって書いてるんだけど自分はやったらちょっときつくなるかもしれない、うん、なるほど、あんたはとかかな、あんたは、わかりました、え私たちは Me too でいいの、Me too は Me too かな、 Me too は Me too、 Me too は Me too、 しきちゃんらしさがやっぱわかりました、じゃないあ、うちはメイが好き。あのまだあの英語が残ってる。ちょっと。うちはメイが好き。好き。うちはメイが好き。わかりました。はい。それではいきます。はい。はい、うちはメイが好き。あんたら分かっとるよな。なんで脅しにかかってるの？脅された。なんで落とすの、圧がすごかった、分かっとるよな、なんかなこがいつも言ってそうな、私しきちゃんやで、ね、なんかそう関西弁で分かっとるよなみたいな、分かっとる、分かっとる、あ、うん、あそれかあんたらはか、あんたはか、あんたらやったらその複数人、あでも Me too っていうのを絶対言ってほしいから、うん、分かっとるよな、なるほど、あえてのね、あえてのやつなのね、自ら自ら、うん、
ええやん、ええやん。あんたら分かっとるやろ。ええやん、ええやん。次じゃあ、あや。ええやん、ええやん。あや、行こうか。行こうか。はい。ナッツでもさ。どうするこれ、鬼ナッツだもんね。鬼ナッツ。どうするどうしよう。そもそも、なんか標準語とかそういうレベルでもないもんね。鬼つか夏美子だからもんね。そうね。鬼ナッツ。鬼ナッツを。鬼ナッツは多分鬼ナッツのままで。始める前にさ、なんか言ってたっけ行きますよ。あ、会場の皆さん行きますよ。それを行くでーとかにすれば、可愛い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 。みんな行くでー。あ、みんな。ああ。とかかな。やるとみんな行くでー。あ、そうそうそう。ああ。ええやんええやん。めっちゃお気に入りじゃん。気に入っちゃった。気に入っちゃった。万能。そうね。ええやんええやん。いいじゃないですかね。じゃあ、コナン行こか。ああ。なんだっけ、ほな行くで。忘れたんかい。ほな行くでじゃない。ほな行くのか。なんだっけ、会場のみんな、なんだっけ。本当に忘れてた。会場のみんな行くで。会場みんな行くで。これいきますね。シンクライズのみんな行くで。おーになっちゃう。おーになっちゃう。いいんじゃない？いいんじゃない？ええやん、ええやん、ええやん。これで行こうか。でもこっからが問題なの。やばい。トマちゃん。難しいよね。トマちゃんむずい。いつもどんな言ってたっけ、トマちゃん。皆さんきちんと盛り上がるエビデンスありますか？そうなの。難しい言葉が。敬語だね、そもそも。確かに。確かに。関西弁の敬語ってあるの？関西人って敬語あんま使わん？使うねんけど、なんかフランクに聞こえるかも、普通の敬語と比べたら。フランクのともちゃんが見れるっていう。フランクともちゃん、フランクともちゃん、そういうこと。行ってみよう。皆さんきちんと盛り上がるエビデンスはありますか。あー、みんなエビデンスあるんか。みんな盛り上がるエビデンスあるんか。ちゃんと盛り上がれるエビデンスあるんか。みんなちゃんと盛り上がれるエビデンス。あの途中もありますよね、なんだっけ。それはエビデンスではなくエビダンスです。ああ、そうや。それツッコミよ。ツッコミ、ツッコミじゃん。それエビデンスちゃう、エビダンスや。おー、ツッコミだ。盛り上がるエビデンスあるんか、あるんかでしたっけ。あるんか。でもでもトマちゃんはどうなんだろうね。いいよいいよ。あるんか。いいよいいよ。うん、あるんか。関西なんだって。あるんか。全然ありますか。でも全然おかしくはないよ。ありますか。ちゃんと盛り上がるエビデンスありますか。それなんとかちゃう、なんとかやねん。それはエビダンスなんだっけ。エビデンスちゃう、エビデンスちゃう、エビダンスや、エビダンスや。めっちゃ真面目にユジラ考えてる。めっちゃ考えてるよ。みんなで最高のシナジーを作り、難しいね。みんなで最高のシナジーを作り出しましょう。作り出しましょう。みんなで最高のシナジーを作るでとかですか。ああ、いいと思う。作り上げたろか。最後まで。なんでみんなちょっとさ、オラつき始めんの。ちょっと作り上げたろか、前のめりな。作り上げたろか言ってな。作り上げたろかーっつって。武士がすごいんだ、武士がね。イメージがね。でも自分のオリジナリティのある感性なんでいいと思います。で、みんながアグリーって言うんだけど、でもさっきミートゥーと一緒でアグリーで、やっぱトマちゃんらしさがね。オッケーオッケーオッケー。はい、よし、行きましょうかね。ほな行こうか。ほな行こうか。行こうか。はい、行くで。おー、みんなちゃんと盛り上がるエビデンスありますか。ほー、それエビデンスちゃう、エビダンスや。みんなで最高のシナジーを作るで。アグリー。かわいい。難しい。長いよ。確かに覚えることないよ。覚えられない。普段から割とね。いいよ。いいよ。よう練習や。よう練習やな、これは。これな、ほんまにやるとは言ってませんってどっかに書いてるところ、小文字でね、小文字でちょっと書いといてやるだな。楽しみになってきたわ。はい、ということで皆さん、たくさんのメールありがとうございました。ありがとうございました。
それではランチタイムリクエストのメールをご紹介しましょう。リエラジェネームしびれうなぎさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。リクエストしたい曲はシンクライズファーストシングルジェリーフィッシュのカップリング曲サンキューグッドモーニングです。かっこいい曲が多かったシンクライズですが、この曲はこれまでのイメージとちょっと違って一気に爽やかな曲調ですよね。でもシンクライズの曲って感じもするので大好きです。曲名通り朝にぴったりで、この曲を流しながら朝の準備をするのが日課です、といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。うれしい、嬉しいです、朝を迎えてるんだね。サンキューグッドモーニングはですね、うん、そう先ほども言う、お伝えさせていただいたんですけれども、4月24日にリリースさせていただいたシンクライズファーストシングルジェリーフィッシュのカップリング曲となっております。ありがとうございます。どうかな、この曲の推しポイントか。でも言ってくださってたけど全然違うね、やっぱ今までのかっこいいパフォーマンス重視っていうのよりもちょっとおしゃれな、なんでおしゃれだね、チルい、おー、チル、いい、チル、うわ、チル、チルじゃない、ね、現代用語、ね、チル。私も最近知った、いつ使うかよく分かってない、チル、チル、いやでもチルなんかちょっとなんか、わかんない、エモいとチルの違い分かってないんだけど、確かに分かんないわ、分かんないよね、違うんだ、浸るみたいな感じなのかな、そんな感じ、なんかでもちょっとまだ朝目覚める前の緩やかな時間に浸ってるような、うわ、なので、いいわ、浸ってるよ、浸ってます、チルイ、チルイ、チルイね、チルイなのかなって思いましたよ。いいね、じゃあそのチルさをね感じながら聞いていただけるとねいいですかね。チルさって合ってます、使い方、私いいよ、合ってるだろ、大丈夫、はい、ということでそれではお聞きください。シンクライズでサンキューグッドモーニング。エトセトラリエランチ、お昼ご飯の思い出、昼休みの思い出、給食の思い出、今日のお昼ご飯などなど、お昼ランチにまつわるメールをご紹介するコーナーです。ランチタイム放送局の新コーナーでございます。はい、きっと聞いていたらお腹が空くことでしょう。はい、それでは早速メールご紹介しましょう。さくちゃんお願いします。はい、リエラジネームピピさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。私は福井県に住んでいるのですが、福井では越前ガニが有名なんですが、なんと中学の時カニの食べ方講座というのがありました。すごいよ。一人ずつ丸ごと一匹のカニが用意されて教えてもらいながら食べました。高級食材であるカニを中学生の時に無料で食べられるなんて贅沢じゃないですか、とのことです。贅沢だよこれは、すごい、カニ、いや、お写真
もさついてるんだけどさ、ね、こう立派な一匹カニをカニ一匹そのまんまドーンとお皿にさ、しかもカニだけじゃなくてちゃんと他にもさ、うん、そうなのよ、お味噌汁とかご飯とかちゃんとついてて、そうなの、絶対間に合わなくない、間に合わない、給食の時間に、給食の時間間に合わない、30分とかだったよね、お皿に収まってないもんね、本当だね、お盆からも出ちゃってるんだから食べ方講座だからさ、講師の方とかいるのかな、うん、ここはまずこの腕を取っ て、ね、このようにほじくりましてみたいな、食べて、味噌はこうしますみたいな、うわ味噌もついてるんだ、食べれるよね、でもそれ教えてもらえるのめちゃくちゃありがたくない、確かに、カニの食べ方ってだってね、わいいな、うわ何それ、ずるいな、ずるいな、ご当地、ご当地、ご当地の給食とかメニューだよ ね、 ね、ご当地、いや聞いたことないもん私、カニはすごいね、食べ方講座ってことは結構頻繁に出るわけではない、うん、そうだ、特別メニューみたいな ね、うん、感じで、うん、こんな感じで次のメールもご当地ですよ、ぜひぜひちょっと読んでみましょう、はい、続いてリエラジネーム開演の神堂さんからいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます、私が通っていた小学校では給食のメニューでたまに味噌ピーという味噌につけられた甘いピーナッツが出てきました、私は味噌ピーをいつも白米の上に乗せて食べていました、お米、皆さんは給食に味噌ピーが出てきたことはありますかとのことです、ありがとうございます、ありがとうございます、これなんか、ね、ないないないよ、ええ埼玉出てこなかった、うっせーよ、埼玉は違う、味噌、はい、ピーっていうのは、はい、そのなんだろう、調味料みたいな感じなんですよ、はいはい、でなんかサイコロ、メカジキの、うん、なんかサイコロの唐揚げみたいなのがあってあったであるよね、サイコロにそのなんかこう絡ませて、味噌ピーを絡ませてそれがなんかおかずになって食べるみたいな、あ、あったよね、あった違う、違う、あれなんかアリゾナの味付けだった、県によって提供方法がちょっと違うとか、なんでかお写真で今見せてもらってるのは一個一個ね、個包装なんですよ、味噌ピーが超美味しそう、美味しそう、これではなかったよね、でもね、これではなかった、なんかこれっぽい味付け、その味噌ピーが何かと和えられてってこと、そういうことなんですよ、味噌ピーだけじゃないってことか、そういうことです、そういうことです、確かにあったかも、味噌ピーレベルアップ、レベルアップ、レベルアップ、でただ甘辛くて美味しい、美味しかった、美味しいよ、味噌とピーナッツは食べたい、美味しいよ、いいな、そうそう、ピーナッツがアクセントになっててね、食感とかが楽しい、そうなんですよ、食レポが高いし、美味しいんですよこれ、食べたくなる、ね、なるね、山梨は出なかったな、宮崎も出なかったな、ほら、いいな、これが一応その千葉県の給食の定番メニューらしいっていう一言が添えてありまして、ね、なんか千葉周辺というか、その周りでもしかしたら味噌ピーが生息していたのかもしれないです ね、 ね、生息して、なんかスーパーにも売ってるらしい、見たことない、ない、見つけたら買ってみたい、いやこのパッケージ見たことない、ね、ないよね、皆さん味噌ピー検索してみてください、ぜひ、ねね、今日買いたいな、買いたいな、買いたいな、はい、ということでこれからもぜひ皆さんのお昼にまつわるエトセトラを教えてください、以上リエランチでした、ラブライブスーパースター、ラブライブスーパースター、ラブライブスーパースター、ゆいじょランチタイム放送局リエラジ、ラブライブスーパースターからのお知らせ、イベント情報です。全国7都市をキャッチュ、カレードスコア、シンクライズの3ユニットで巡るラブライブスーパースターリエラユニットライブ&ファンミーティングツアー、ミュージック、トーク、チームワーク、プライムアドベンチャーが開催中です。チケット配信情報などは公式サイトをご確認ください。現在第2章福岡公演一般販売の抽選申し込みを受付中です。そして最終章神奈川公演のチケット申し込みをリエラフォースライブツアーのブルーレイメモリアルボックスに封入されている最終章神奈川公演チケット二次選考抽選申し込み券で受付中です。申し込み期間は6月16日日曜日の23時59分まで、詳しくはイベント特設ページをご確認ください。現在有線のチャンネルアニソンのニューディスクアニメ特集にてカレードスコアのニュートラルがピックアップ中、カレードスコアの新潟公演ももうすぐです。ぜひカレードスコアの楽曲もたくさん聴いてください。今回お知らせしたすべての情報の詳細は動画の概要欄からご確認ください。以上お知らせでした。
ラブライブスーパースターゆいじょランチタイム放送局リエラジ、そろそろお別れの時間が近づいてきました。ここで次回の放送情報です。次回6月4日火曜日更新予定の第171回放送は伊達さゆり、ペイトン直美、藪島あかねのキャッチュ3人でお届けします。ということで本日の放送は How are youHow are you? I'm fine. I'm fine. Thank you. 日本でよとか言うから頑張ってみたらみんなそういう風にいじってくるんだからさ。いや、まさか最後の最後でね。やる。かわいい。ちょっと忘れてたもんね。かわいいんだから。かわいいんだから。でもランチタイム放送局になってからこうお昼らしいコーナーが増えてすごい楽しい、うん、ね、また違う楽しさがある。確かに、うん、お腹空いた、うん、ね、味噌ピーだよ、私はもう頭の中も味噌ピーが食べたいなります、ね、はい、それでは今回のラブライブスーパースターゆいじょランチタイム放送局リエラジはここまで。お相手は若菜式役大熊若菜と鬼塚泊役坂倉さくらと鬼塚夏美役江守彩と嵐千里役美咲菜子と桜小路きなこ役鈴原のぞみでした。ほな See you。Thank you.